Peggy 16. セブンはこれまでの作り方とかなり違っていて、初めて 3D になって表現力が上がるっていうところで、正解がないというか、前例がないものを作ろうとしていたので、この世にないものを生み出そうっていうパワーっていうのはクリエイターの想像力によってなされるものかなと。一人の想像力だけではなくて、多くの想像力で作られるっていうのが、FF だったりセブンだったりはしますけど、全く新しいものっていうのを作りたいかなっていう。ポルシェもこの世にない車をっていう意味で、そこにはやっぱり共通する、そのクリエイティブのパワーっていうのがあるんだろうとは。変わらないものと変わるものっていうのが、その絶妙に混在してるっていう姿っていうのは、ポルシェのデザインラインもすごくそういうのは感じますし、でリメイクをやるにしても相当無茶しないと無理だろうなっていうのは感じていたんで、これを完成させること自体が夢というか。プレイステーション 3DCG になったことによって、そこまで培ってきたフレームワークだったり、ある意味それまでのノウハウが使えない状態の中、次世代の要はスタンダードになる、こう RPG としてのスタンダードになるものをどう作り上げていくかっていうのは非常に悩んだ部分であり、逆にそのいろいろ模索しながら苦労してむしろ乗り越えていったって部分があるので、目指したかった理想形の当時描いてたこうゲームっていうのはこうあるべきだっていう夢の結晶という形になると思います。ファイナルファンタジーも今後10年20年先、もちろんシリーズは続いていくと思うんですけども、必ずどこかで技術的なイノベーションだったり、こう非常にステージが上がる瞬間っていうのがもう何回も訪れてるもんで、ステージが上がる部分に対して困難ではあるんですけど、それをチャンスと捉えて、いかにその今までとは違うもの、新しいものを生み出すっていうチャレンジを続けていくシリーズになっていってほしいなとは思っています。ファイナルファンタジー7発売の当時はプレイステーションがこう発売されて、グラフィックも 3D になって、子供の頃にすごく衝撃を受けたタイトルだったので、それのリメイクに関わるっていうこと自体はやっぱすごく運命的なものを感じたというのはあります。ものを作る、ゲームを作る戦場、主戦場っていうのはもう日本だけじゃなくて、やっぱり全世界を見てものづくり私もしてますので、常にやっぱり世の中で最も輝くゲームを作るっていうのは当然意識として持ち続けています。今の時代や今の理想に合わせてストーリーを変えたりゲーム体験を変えたりっていうことをしてるんですね。で、それをなぜしてるかっていうと、やっぱり理想っていうのはやっぱその時代によって日々変化していくものだと思うので、なんかそれを追い続けるっていうことがファイナルファンタジーの非常に重要だと思っています。でポルシェもその時代に合わせてどんどん進化していって、その一つの成功に対してこう満足せずにずっと新しいものを追い求めていると私は思っていて、やっぱそういうことができる企業ってやっぱ世の中にそんなに多くないと思うので、そういう点でやっぱりファイナルファンタジーとポルシェが共鳴できる理由ではないかなっていうふうに思っています。
レイステーション。